どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は雨が降っているのでちょっと家の中でできることをさせていただこうと思っております。で、昨日の動画で一人乗り電気自動車でドライブしてみたっていう動画をアップしたんですけども、ちょっとあの中でまずいところが多々ありましたので急遽お蔵入りにさせていただきました。なのでちょっとびっくりさせてしまった方は申し訳ありません。僕もまだまだこれから失敗いっぱいやっていきますんで、はい、ご迷惑をおかけすると思いますけども、はい、温かい目でご覧いただけたら嬉しいです。あとチャンネル登録者数8000人ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがたいです。いや、もう本当にありがたいです。需要あるのかなこの動画みたいなのをいっぱい撮ってきましたけども、もう僕は視聴者さんに恵まれているなというふうにも感じております。ここ数日でまたこう一気にこうチャンネル登録者数がギュンってこう伸びてきたわけなんですけども、このチャンネルに登録してまだ日が浅い方にとっては、まあ、これパッと見た時に「え、何この人」とか思ったりとか、今からやる動画の内容、まあ、あとこのタイトルを見て僕が思っていたのと私が思っていたこのチャンネルのスタイル全然違うんだけど、なんか地味だなーって思う方が結構多いと思うんですけども、僕はこのチャンネルを通して、この世界中を飛び回りながら視聴者の方とオフ会をやるっていう、そこを目指して今このチャンネル運営しております。で、そのためには病気知らずの健康体でないといけないし、ブレないメンタルを持っていけないといけないし、現実的に考えてお金を稼いでいかないといけないですし、あとは目標に向かってちょっとずつ邁進していきましょうっていうことで、その環境を作るべくミニマリズムっていうことをやっていたりします。なので最近こうクッて伸びてきた理由は多分僕の iPhone X のレビュー動画なのかななんていうふうに思ってますけども、僕別にレビュー屋さんではないので、はい、で今回このドラちゃんをちょっと買ってみたんですけども、今回はこのドラちゃんのレビューをさせていただきますみたいなことはほとんどやらないと思います。週に1回ペースぐらいしか多分やらないと思うので、レビュー系の動画は、それじゃつまんないなと思ってる方は全然登録解除していただいて構いませんので、はい、まあ、もし気になるようでしたら他の動画も見て、あ、ショッピーさんってこういう人なんだねっていうのを、まあ、感じてもらったら嬉しいなというふうに思います。毎回前置きが長くなってしまって申し訳ないんですけども、今からちょっとタイトルにある料理をするために食材を買ってきますので、はい、じゃあ今から食料調達行ってきます。はい、買ってきました。ただいま。はい、今回買ってきた食材はこちらです。まず大葉、たらこ、味の素、そしてにんにく、卵、無塩バター、そして納豆とキムチ、これはちょっとまた別なんですけど、今回はこれらの食材とこのオートミールを使ってちょっと料理をしていきたいと思います。そもそもオートミールって何っていう方いらっしゃると思うんで、まあ、ここで簡単に説明というか、まあ、ネットから引用してくるわけなんですけども、オートミールとは塩爆を脱穀して調理しやすく加工したものである。また英語名の OAT からオート麦、オーツ麦、オートとも呼ばれる。アングロアメリカでは塩爆を押しつぶすかカットした加工品をオートミールと呼ぶ。また粥状状に調理したものを指すということらしいです。で、オートミールの中身ってこんな感じになってるんです。ちょっとこう薄くて白くてみたいな、そういう感じですよね。で、オートミールっていうのは、まあ、ここ数年流行っているかなというふうに思うんですけど、昔からある食材です。なので知ってる人は昔からずっとやっていて、最近海外のトップモデルだったりハリウッドスターたちっていう人たちがこう食べ始めて流行ってるっていう、そういうことなんですけど、まあずーっと昔からありますよっていうことです。で、そのオートミールの特徴でいう低 GI 食品だったり、アメリカではスーパーフードにされてますよっていう話をしようと思うと、そこら辺は僕よりもネットに情報がもうわんさか載ってますので、星の数ほど載ってると思いますんで、ぜひネットをチェックしてほしいんですけども、なので僕は早速料理の方に移りたいと思います。今回はクックパッドのこのページを参考にちょっと料理をしていきたいと思います。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。って言ってもそのオートミール 30g だったり醤油大さじ1/2とかっていう、その厳密に測るものがないので、ちょっとちょっと雑になっちゃいますけどもすいません。はい、じゃあまずはオートミールを入れていきたいと思います。
りあえず 50g ぐらい入れます。水が 200ml ぐらいですね。次に醤油を適量、だしの素を入れていきます。足すことはできても引くことはできないので、初めはこう薄味でいきます。はい、そしたら中火でグツグツやっていきます。あと僕の場合はこの栄養の塊のニンニクを、ここからちょっと創作になっちゃってますけど、はい、ニンニク入れました。あとバターなんて入れても美味しそうですよね。ということでこの無塩バターを入れていきます。醤油バターライスやった時すごい美味しかったので、やっぱ醤油とバターは合うということで、この中にバターを入れても美味しいんじゃないかと思います。あ、なんかもう匂いがいいんですよ、匂いが本当に。で、茹でてる間に卵を溶きます。はい、で、溶いた卵を投入します。いやー、たまらなく美味しそうですね。で、お皿に移します。そしてこの上に大葉を乗せて、たらこを乗せたら完成です。はい、ということでこちらが完成したものになります。匂いもかなり醤油バターとだしの素の匂いがすごいです。ということで食べてみたいと思います。いただきます。あ、ちなみに僕食レポとかものすごい下手なんで、そこは期待しないでください。はい、じゃあいただきます。いや、これめちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。普通に美味しいです。あとたらこの酸味も効いてて、醤油はもしかしたら本当に風味だけでいいと思います。塩の味はたらこの塩分でしっかり出てくれるので。この卵もいいですね。うん、何でしょう、ものすごい優しい味がふわーって入ってくるので、体が喜んでます今。ごちそうさまです。どうでしょう、ちょっと具体的な数字はわからないんですけど、大体 40-50g はオートミール入れたと思います。で、50g じゃ正直足りないかなって、まあ、これ大体もう美味しいんで 2-3 倍はいけるなと思いながらこう食べていたんですけど、1杯でもう十分満足です。お腹膨らみますね。なのでもし足りないなってなった場合に、このキムチと納豆もスタンバイしてもらっていたんですけど、今回これは大丈夫です。はい、十分お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、このチャンネルを登録してまだ日が浅い方は繰り返しになりますけども、何この人っていう風に思ってると思うんです。何このドラちゃんみたいな感じで思ってる人も多いと思うので、そう、今回の動画見て、あ、ショピンさんってこういう人なんだねっていう風なものがちょっとでも分かってもらって、今回の話がちょっとでも面白かったで参考になりましたっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと、あれ、ちょっと本当はこの鼻の穴ポチってやりたかったんですけど、グッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していただければ大変嬉しく思います。パスタ茹でるのが大体5分で、オートミールをおかゆにするのは大体3分もかからなかったので、なのでこれから僕はもう白米でもパンでもパスタでもなく、オートミールで料理を作っていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。